ジュノリアクターは、イギリスロンドン出身のエレクトロニックミュージックユニット。1993年、中心人物のベン・ワトキンスを核に結成。度重なるメンバーチェンジを経た現在は、実質的にベンの個人プロジェクトとして運営されている。ダンス音楽の世界において、ゴアトランス、サイケデリックトランスの第一人者として認知される存在である。また近年は、単なる、 ダンスアクトとしてだけではなく、幅広い分野にまたがる音楽クリエイターとしても活躍している。ジオーブのアレックス・パターソンが在籍していた初期作品はサイケデリック・トランスを中心に制作活動を行う。その後、次第にアフリカやアジアの民族音楽にも傾倒するなど、音楽性も多様化。和太鼓に念仏、信言までも取り入れたホタカや、 サムライなど日本を強く意識した曲も存在する。代表曲のピストレロがジョニー・デップ出演の映画レジェンド・オブ・メキシコに採用されたのをはじめ、マトリックス・リローデッド、マトリックス・レボリューションズ、アニマトリックスと一連のマトリックス映画シリーズのサントラを手掛けるなど映画音楽の分野でも積極的な活動を行っており、邦画ではリング、螺旋、アニメではブレイブストーリー、 テックスナリスなども担当。さらに各種ゲームソフトの音楽も手掛けるなど、その活動フィールドは広い。その一方で、本業であるライブ活動にも積極的であり、フジロックをはじめ、大規模なロックフェスティバルやパーティーへの参加も多い。DJ バンド仕様でのライブセットで、怪しげな民族衣装に身を包んだパーカッション隊に、客演のミュージシャンを従いた王女隊での演奏を、 特徴とする。近年はバンドメンバーに元エイジアン・ダブ・ファンデーションの MC ゲット・をプリースとビリー・アイドルのスティーブ・スティーブンスが参加しシャーマニズムな生演奏と打ち込みの融合を追求している。2006年からはスティーブ・スティーブンスの公認ギタリストとしてルナシー、X ジャパンのスギがワールドツアーに参加している。ありがとうございます。